皆さんこんにちは。子ども未来科の山本です。今回は第4回目の動画となります。前回の動画は皆さん見ていただけたでしょうか。まず前回出した課題の答え合わせから始めます。答えはこちらです。実際の音と一緒に確認しましょう。正解できましたか？同じドレミファミレードという音名ですが、楽譜に記された位置が違うことで演奏する音の高さが異なりますね。今回はピアノの鍵盤のうち低い音を示す記号ヘロン記号の楽譜の読み方を学びます。皆さん先週の多音記号の楽譜の読み方を覚えてますか？多音記号ではドはこの位置に示していました。このドの音はヘロン記号の楽譜ではこの位置になります。ではヘロン記号の楽譜を読んでいきましょう。高いドから下に降りていきます。ドシラ、ソ、ファ、ミ、レ、ド。ここで大事な注意点です。ヘロン記号の楽譜の第2線と第3線の間に挟まれた音はこのようにドです。さて、シャープ3で学習した内容を思い出してみてください。多音記号の楽譜での第2線と第3線の間で挟まれたこの音。この音はラでしたね。このように楽譜の先頭にある記号がヘロン記号であるのか、多音記号であるのかによって、同じ音の高さにある音符でも、音の読み方が異なります。なので、音読みをする際は、必ず、この最初に書かれている記号が、多音記号であるか、ヘロン記号であるかを確認してから、音読みをするようにしましょう。確認のためにみんなで一緒にヘロン記号の楽譜を読んでみましょう。ドの音を基準に数えて読んでみましょう。最初の音を読みます。ドシラソファ。この音はファです。次の音を読んでみます。ドレミ。この音はミの音です。次の音を読みます。ドシララの音になります。次の音を読みます。ドレミファソ。これはソの音です。では最後の音を読んでみましょう。ドレミファ。これはファの音ですね。最初のうちはこのように数えて音読みをしてみましょう。慣れてくるとファと見るだけで読めるようになります。それではこれまでのおさらいをしていきましょう。
全部で5問出題します。全問正解を目指して頑張ってください。それでは第1問、この音は何て読むでしょうか。正解はソです。第2問、この音は何と読むでしょうか。正解はファです。第3問です。この音は何と読むでしょうか。正解はラです。第4問、この音は何と読むでしょうか。正解はレです。最後の問題です。この音は何と読むでしょうか。正解はドの音です。皆さん、何問正解できましたか。最後まで見てくださってありがとうございました。次回のレッスンでは音符と休符について学習します。さて、これらの記号は何を意味するのでしょうか。それでは次回もお楽しみに。